ました。妻と二人で来ましたが、今回ちょっとお声掛けいただきまして、イベントをされるということで来てます。どんな屋さん、ちょっと素敵な、皆さんにとってとても素敵なイベントになりますよ。そして、こちらに先ほどのお蕎麦をつけたいと思います。どちらも、新しいメニュー。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おはようございます。今日はこちらですね、どんな屋さんやってまいりました。妻と二人で来ましたが、今回ちょっとお声掛けいただきまして、イベントをされるということで来てます。どんな屋さん、ちょっと素敵な、皆さんにとってとても素敵なイベントになりますので、ぜひ動画最後まで見ていってください。さあ、それでは行ってみましょう。よろしく頼むぞ。本日はこちら、先ほどもお話しいたしましたどんな屋さんに来ております。そして今日いろいろメニューございますが、彩り丼にしました。ツナは彩り丼と、今回新しく出たみたいで、前回来た時なかったんで、お蕎麦が、あります。300円プラスでお蕎麦に入れるんで、妻は彩り丼と、こちらのお蕎麦、ミニ蕎麦をつけました。で、私は結構いろいろいろんなメニューあります。天丼もありますし、海鮮丼もあります。いろいろございますが、今回は、行列さん新しいメニュー大好きなので、こちらですね、豚生姜焼き、好きでしょうか。好きだと思います。そこで私がこちら倍盛り豚生姜焼き定食1450円、こちらを注文したいと思います。そして、こちらに先ほどのお蕎麦をつけたいと思います。どちらも、新しいメニュー、ちょっと楽しみ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。妻が頼んだのはこちら、彩り丼。あ、彩り丼の上だね。いくらが乗ってます。そしてお蕎麦、あったかいお蕎麦がついてます。私はこちら、バイモリの豚生姜焼き定食、そして冷たいお蕎麦、ご飯は切って盛りになっております。さあ、行くぞ。彩り丼、いただきます。はい、うん、お味ついてる、ついてる、ついてる。温泉卵を乗せて、はい、海鮮の、お醤油かけて、まあ、絶対おいしいよね、まあ、間違いないと思います。めっちゃおいしい、めっちゃおいしい。それではいただきたいと思います。まずは起きたらこうかな。お蕎麦、新登場のおろし蕎麦。しかもちょっと福井のとは違うよね、お出汁が入ってる。みんな大好き豚生姜焼き、うわー、間違いないね。みんな大好き海鮮豚生姜焼き丼からの飽きます。めっちゃ美味しい豚生姜焼き、これはご飯おかわりやわ。すごい美味しい豚生姜焼き、シェアしてみましょう。いつもの、あ、こちら、うん、
めっちゃうま。おろし卵めっちゃ合うの。うん。温かいおそば。めっちゃいい組み合わせ。海鮮丼。彩りの。さあ戻ってまいりました。でもずくす好きやから、すごいお肉の量、10枚ぐらい。これはお腹いっぱいになると思います。海鮮丼おっそわ。ちなみに、どんな屋さん、味噌スープご自由にどうぞということで、レジカウンター前にあります。こちら味噌スープ無料でございます。ご自由にどうぞ。さあちびてお水セリフサービス。そしてどんな屋さんのいろんな特典、この後、動画にしてます。そちらも見てみてください。はい、こちらですね、どんな屋さん周年祭がございます。2024年6月の21日金曜日から30日日曜日まで、どんな屋さんでお食事をされた方ですね、インスタグラムのフォロー画面をお会計時に提示していただくと、なんとお会計の 50% の商品券がキャッシュバックされるという周年祭がございます。テイクアウトも OK、 企業様向けの宅配も OK だそうです。そしてなんとなんと、さらにきよるさんの動画を見ていただいた方は、こちらの期間21日から30日までですね、この時に恐竜さんの動画見たよと言っていただくと、なんとお会計の 5% を引いていただける。 5% を引いて、その後にこちら商品券のキャッシュバックがございますので、皆さんぜひ、この機会どんな屋さんに行ってみてください。もうひってもに美味しいんで、ひってもにお腹膨れる企画でございます。でちょっとお邪魔させていただきました、コッペ系さんの企画にちょっと乗りたいなと思いまして、新しいコッペパンを何か考えようという日でございます。そして皆さん、視聴者の皆さん、何か食べたいコッペパンないでしょうか。ちょっともしかしたら販売するかもしれないんで、コメントください。あの下にコメントいただければ、いろんなコッペパンあるみたいなんで、何か食べてみたいコッペパンあればぜひコメントお願いします。そう、いろんなコッペパンがございます。これね、セット。すごい。皆さんぜひ、あのコメントをお待ちしております。コッペ亭さん。むちゃぶりコッペパン、朝コッペパン、ジャンボエクレア。
皆さんぜひコメントください。何か新しいコッペパンが発売されるかもしれません。よろしく頼むぞ。